はい、えー、マージャン屋の親父が、うが、ん、40歳からネットビジネスを始めて、まあ、どうなったかこれはね私が人生を振り返る時に、うん、もう本当に核となるドラマですよね。まあ、これ以外はね,本当にね霞んでしまうぐらい小っちゃいですネットビジネスをやったおかげで家族との時間とか家庭ってものを作れたりとかねそれから即家塾につながる友人。 うん、まあ弟子とも言えますけども友人ですね友人と言いますか家族と言いますかねそういったものが見えて日本全国47都道府県が私のやっぱり近くにすごく身近になり、まあ、吉田さんみたいなね、えーまあ、そういうふうな気の合う方ともこうやってリレーができたりとかの世の中っていいことばかりじゃないと思うんですけども私の目の前にはいいことしか広がってないですよね。で 嫌なこととかににわないここととって簡単に離れるるができるんできんすよいや嫌い々仕事をするっていう感覚はないですしお金のために仕方なく働くとかねそういうことも全然なくって本当になんか自分の思うがままというかですね最大限自分の考えてる通りに日々を暮らすことができてるなと思います。まあ、ですんでね同じようになるかどうかは分からないけどもこの動画を見ていらっしゃる方にも、まあ、諦めないでほしいですね。 諦めないと諦めが悪い人間でいてほしいと思いますあの結局今度消費税が10%になりますけども諦めてるんですよもうどうせ財務省には逆らえないとかね大きな力には逆らえないって諦めちゃってるんですよいや結局は従うしかないにしても諦めないでほしいかなと思います何か方法あるんじゃないかなみたいにね諦めないでほしいと思いますよねこれから本当私たちはねあのもっともっと楽になるってことはないですほっとけばどんどん苦しくなります そして自分の力で自分の住みやすい環境を作っている人のまあ割を食うようなねそんなことになると思いますよですので余計思うんですよ自分の環境を変えることはこれは誰でもできます自分一人の環境を変えることはできます世の中を変える方は難しいですよだからどっちに目を向けるかですよね世の中を変えるために 選挙に出てみたりとかねまあ、いろんな影響力を身につけるっていうのもあるでしょうけども自分のワンサイズ自分のサイズの世界をね変えていくことはそんなに難しくないんじゃないかと思いますよねその切り口がまあ、ネットビジネスになるのは私は間違いないと思いますうん残念ながら農業していてもうんどっかの工場勤務をしていても、うん、なんか飲食店に勤めていても 自分の人生が手に入るってことは私は私なないかなと思いか思ますよねネットビジネスにはそれがあるんではないかなとそして情報というものを扱うと何がいいかっていうと商品が無限なんですよどのジャンルにも情報というものがある以上情報がビジネスになると本当に次の日には別の情報をお届けすることができるといねいや5秒後にはね別の情報を商品にすることができると本当すごいなと思いますよねジャパネット高田こういったものの レビューも情報商品にしててるってことだと思いますよね、はい、集客するべき商品とそれから販売するべき商品と分けることもできますすごいですね皆さんも是非いらしてくださいでは失礼します